the hip, the hip, 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 hip、シェーバークリームを頭にのせました。そしてまんべんなくぬり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 、そう、左の方もぬりぬり、私から見たら右です。さあ、ジレットフュージョンを手にしたクマムシ長谷川、さあ剃り始めた。前髪からいっちゃうんだ。もうもはや前髪がどこなのかもちょっとわからないが、ジョリ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 、もう元々が短いんだからもう剃りやすいよね。あーっと気持ちよさそうだ。ちょっと目にちょっとだけシェーバークリームついてるけど全く気にしないクマムシ長谷川、カメラ目線。あ、そういう剃り方もいいね。逆手じゃなくて順目でね。あ、こっちは逆手、こめかみのあたりは下がって、ああなんかちょっとそういう顔になっちゃう、ちょっと痛いのかな。でも大丈夫、全く痛くないクマムシ長谷川。なんかそういう顔になりがちなんですね。あ、後ろの方もそこは難しいぞクマムシ長谷川。もうどこを剃ってもいいんだから、だって全部剃るんだから。おっとっと、お、豪快に行くクマムシ長谷川。後ろも気になっちゃう、後ろも気になっちゃう、前の方はもういいのかな。もっと後ろを剃ってる時の顔が嫌いだな。もうそこも丁寧に丁寧に剃る。その顔はだからどういうことなんだ。おっと、無表情になった。お、ん、一回チェックする。この頬毛もちょっと気になってもまた頭の方行くんだね。おー、はいはい、いいよいいよ。もうもはやずっと同じ映像の繰り返しでちょっと見てる方もしんどいかもしんないけど、これはこれでね。すけど、あ、なんか急に早送り、もう耐えられなくなった。編集する人も耐えられなくなった。同じ状況がずっと続いてるから。ああ、ついにヒゲいった、ヒゲいった、いいねいいね。そう、そういうの見せて。あ、ヒゲはやっぱりなんか、だってもともとヒゲ剃りのこのカミソリだからね、これは綺麗になるんじゃないかな。あ、そっち側も、おお、いいいいいいぞいいぞ、どん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 綺麗になっていく。やっぱりツルツルしてる方が若返って見えるね、クマムシ長谷川。いいよ、おお、丁寧に。ちょっとラインも気にするクマムシ長谷川。おお、そこのね、顎のラインが難しいんですね。あ、もみあげのとこも丁寧に。そこどうすんの、その段差は。その段差気になんない？頭そんな剃っちゃって、もみあげから急に毛が生えてる男の人みたいになってるよ。どうすんの？とにかくヒゲのラインだけを気にするクマムシ長谷川。おー、はーはーはー、キメが押して、おー、押し押しじゃない、お、バリカンだ。あ、それでちょっとその何、短くして整えるんだ、その段差を。ちょっと分かんないように。なるほどね、はい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 、左右丁寧に順番にね。おお、大丈夫？結構一気にいっちゃってるけど。おーおーおー、でもうまいことやるもんですね。あら、なんか気づいた、あれ、あら、虫がいました。ほんほんほん、あ、その辺はねちょっと5ミリぐらいでやってるのかな。うんうんうん、なるほどね。お土産のあたりは短めにして、ああ、そこ気持ちいい、そこ気持ちいい。あ、もはや首を動かしてんのかね、シェーバーを動かしてんのかちょっと分かりませんけども。あそこもいっちゃうんだ。ああ、細かい作業、あ、すごい細かい作業、なんなっちゃうぐらい細かい作業。ああ、いいんじゃない。あ、綺麗綺麗綺麗、おしおし、おお、気持ちよさそうだ、クマムシ長谷川。あれもトゥルトゥルですね、むき卵みたい。トゥルトゥルの抜き卵の完成。これはあのうずらの卵の水煮かな、違います、クマムシ長谷川です。どうもありがとう。それではこの動画のハイライトをどうぞ。もちろんこのシーン。
というわけで、虫を見つけて叩いてカメラ目線になるクマムシ長谷川でした。またお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。